疲れ様でした。まず勝ち点4と言いましたけども、今日の試合。そうですね、結構きつい日程の中で、選手は、最終的にはよく頑張ってくれたなと思いますし、タフなところを見せてくれたかなっていうのも感じています。でも初回に4点取ってということは、こっちの流れかなと思ったら3、2回に。そうですね、本当ね、いい展開になったと思ったら2回の裏に、荒谷がちょっとやっぱりコントロールが今日は、ついてなかったですね。新たにとして、1回戦で7回イニング投げてて、結構疲れというのもちょっとあったんですかね。リーグ戦の疲れっていうのはね、また、違うと思いますので、でこの間も最高のピッチングしてくれたんでね、また今日、こういう展開になったんで、彼にとったらいい経験にもなったし、新たにのこういいところはこの、節で見れたんで、また、次に期待できるものは見せてくれたなと思ってます。その後茶谷君、岩井君と、よく本当になんとかな。そうですね、なんとか踏ん張ったという感じなんですけど、やっぱりピッチャーはコントロールやというのを本当大事だなというのは、今日の各ピッチャーで感じたと思いますし、有馬がそういう中で本当によく、粘り強くリードしてくれたなっていうのはありますね。で、4-3で6回ですか、佐藤選手の走塁大きかったですね。そうですね、今彼は本当走塁が上手というか、隙を見逃さない、本当に走塁に関したら本当にこの中でも一番手の選手なので、それを一番大事なところでやっぱりね、セカンドにいてるとサードにいても全然違いますからね、その辺は見せてくれました。そうですね、彼もやっぱりこうもう少しね、コントロール最後の2回ぐらいな、あんな感じでね、出だしから行ってくれたら本当にいいピッチャーになる可能性あるなというのは、今日も見せてくれたんで、これから、近代戦までの2週間ほどありますので、その間で、微調整してくれたら、期待できるものというのはこの2試合で祝い見せてくれたなと思いますので、昨年から変わったのがちょっと左手の使い方というか、かなり上に上げてたようなイメージあるんですけど。そうですね、少し上げ方は、下ろしている感じなんですけど、それでも上げてるのは上げてるんですけど、ただやっぱり腕が振れて、やっぱり質のいいまっすぐが投げれるようになってきたん で、で変化球もコントロール、ストライクゾーンですけど、カウントを取れたりするようになってきたんで、いわゆるも成長過程で、これ以上悪くなることはないんかなと期待したいですね。でもこの節、金丸投手がちょっと投げれないという状況の中 で、他のピッチャーが頑張りましたね。そうですね、本当に金丸が、ちょっとこう膝の具合がという中で、ピッチャーも、継投という形をもう取らざるを得ない中、新たにしてもで岩井にしても、河野が準備はして、すでに一番オールマイティで、投げてくれるピッチャーなんで、河野は打ってきたら、使いたくない展開に持っていきたい、ここ行った時にはもう河野で行くっていうのを決めてますので、その辺で、準備も含めて、みんな、ピッチャー陣はよくやってくれたなと。それにしても、有馬がそれをやっぱり引き出してます。良くなってきてるんで、もう投げてもらいたいなという状況ではありますので。具体的にないんですよ。炎症も広く起こしてるわけじゃないし、で人体がとか、オメガとか、そんな全くないんで、ただやっぱりね、その痛みがちょっとあったっていう、で痛みももうほぼ和らいできてるんで、近代戦には間に合うと信じてはあるんですけど、右膝、右膝、
ピッチングは昨日はキャッチボールで、はい、それで感触も良かったんで、まあ、彼は投球の感覚というかそういうものは持ってますので少々、はい、ブランクの方が期待できるピッチャーだと思ってますので、この時は逆に総動員なんですか、まあ、そうですね、そういう意味ではこの、まあ、なんだかんだ言ってこういっぱいはしましたけどただ勝ち点ものにできないのは、まあ、他のピッチャーの成長にもつながったと信じたいですし実際つながっていると思いますしで、まあ、金丸はしっかり休養できたんで、まあ、結果的にですね良かったなと。でまあ、最終戦で近大とやりますけども、はい、近大としては春28年ぶりですか優勝というところが見えているんですか、ね、はい、もうなんか秋はありがたいことにねちょこちょこっとこう、ね、優勝を経験させてもらったんですけど春どうしても勝ちたかったんで、勝てないままここまで来ていましたんで、まあ、ますますやりがいのある近大戦になりますから、まあ、みんなの力をまた結集して戦いたいなと。秋は昨年に勝てて、はい、春に勝てないか、まあ、みんなに掲げるんですけどね打つのような、まあ、飛び抜けた選手は、ね、いるわけじゃないチームは春こそチャンスかなと思ってずっと取り組んできたつもりなんですけどもどうしてもその、まあ、総合的なこととかあと、まあ、今日もちょっちらっと見せたんですけど守備の乱れがあったりとかでやっぱり落としてる試合が正直言って春は、あったんででもね、今日みたいなその守備からのというのはやっぱり避けない今日また、同じような結果になる可能性もあるなと思ってますので引き締めて、はい、この2週間でちゃんと整えて、臨みたい。これまでの春のシーズンと今シーズンとなんかこう違いな感じているところってありますかチームにどうして、まあ、粘り強くなったっていうのはありますし、まあ、春からその新しくベンチに入ったものもいますしやっぱりこう、まあ、全員の力でっていう思いの方が、強くこう、まあ、成果となって出たんじゃないかなと。まあ、4回戦ももう最後の春のシーズンですので、ね、もうちょっとね、ここのところ4回戦、頑張ってくれたら、つなげてくれたらというところは、正直言ってあるんですけども、まあ、ここから最後に向けて、4回戦に期待したいし、できるんじゃないかなと思ってます。まず勝ち点4としましたけども、今日の試合どうでした？金丸が投げられないという状態で、ピッチャー陣の、そうですし野手陣も緊張感があったと思うんですけど、まあ、何とかチーム一丸となって勝ててよかったと思います。やっぱちょっと初回に4点取ってあいけるぞっていう感じだったんですけど2回に3点取られてそれからなかなかこうあヒットも出ずという展開だったんですけどどうでしたその序盤の、まあ気が緩んでたわけではないと思うんですけど、ね、やっぱ少し余裕が出てしまったところに、まあ、相手につけ込まれた、まあ、しっかりスイングしてくる、チームですし、まあ、4番の松井選手筆頭に、まあ、あまり、まあ、点差がある分、打たしていこうというふうな考えだったんですけど、まあ、少しフォアボールも絡んだりして、まあ、失点につながってしまったというのもあったので、まあ、変わった茶谷が本当によく抑えてくれたなというふうに思います。新谷投手はちょっとあんまりボール来てなかったどんな感じでした？まあ、やっぱりそうですね、まあ、連投続きもそうですし緊張感もある中で、まあ、難しい調整だったとは思うんですけど、うん、まあ、ボールが来てないことはなかったですけど、ね、少し制球を乱したりであったりとか、うん、まあ、甘いボールがちょっと多かった。本来まあ彼コントロールが持ち味なんですけども、まあ、少し甘いところが増えてしまったのかなというふうに思っています。3番と岩井君が非常にいいピッチング前回から非常にいいですけどどうですかこうキャッチャーとしてこういろんな投手を、ね、金丸投手以外のこういろいろうまく監督もやってくれてるんだというふうにおっしゃってましたけどもいかがですか？まあ、この選手の、ね、やっぱ特徴をつかむことがやっぱ大事ですし、まあ、岩井に関しては
まっすぐも強いですし、変化球も、いい変化球を持っているので、コントロールのところで少し、課題があるなっていう風なところはオープン戦からは感じたんですけども、今回に関しては変化球もストライクを取れてますし、まっすぐも、非常に効いているので、いいピッチングができているんじゃないかなというふうに思っています。丸投手がちょっと投げられない状況で、やっぱりこのコンセプトというのは自分がピッチャーを引っ張って絶対勝ち気分になるみたいな気持ちが強かったですか？もちろんそうですね。カイナルが投げている時もそうですけども、基本主導権は自分の方に、持ってやっているので、そこに関してはピッチャーに信頼して投げてもらってますし、やっぱ僕のサインにね、忠実に投げて、くれるからにはやっぱ自分の中でも責任が出てくると思ってますので、そこはやりがいがあるところだと思ってますし、もちろん自分のそこはどのピッチャーが来てもそうですけども、引っ張っていってやってやろうというような気持ちは強いです。勝ち切ったというのはチームがすごく大きいと思います。やっぱり何ですかね、初戦で同社戦でもそうですけども起こしてしまって、もう後がない状況で、勝ち点を5取れるチャンスがあるのは僕たちしかなかったっていう話を、そういうない状況ですので、何度かして勝ち点を取ろうと、初戦負けてしまって、2連勝するために、昨日休みがあったんですけど、その休みの中でも、今日のことを考えながら、どういうふうにやっていけば勝利につながるのか、各自がそういうふうなところで考えながら今日の試合に挑めたところが良かったんじゃないかなと思います。金丸くんがこう投げられないことで、結果的にはピッチャーいろんな系統でたくさんピッチャーを詰めて、いい質になったのかなと思います。本当におっしゃる通りで、やっぱ金丸が投げられない状況になってしまったがゆえに、ピッチャー陣、バッティーにとってはある意味チャンスなのかなというふうに思ってまして、この先どっちみち金丸だけだとね、勝ち進んでいくことはできないので、もちろん全国制覇を目指すからには、2枚目3枚目、その他中継ぎ陣抑え、そういう、ピッチャーが出てこないとやっぱり全国制覇するのは難しいというふうに考えてたので、あまり金丸以外経験が少なかった分、こういうところで、やらざるを得ない状況になった状況がやっぱりそのピッチャーたちを奮起させたと思いますし、そこはいい方向に捉えられた、同社戦だったんじゃないかなというふうに思います。経験の浅いピッチャーをリードするときに心がけてる、コントロールがやっぱりね、一番重要になってくると思いますし、どうにかして避けたのはやっぱりそのフォアボールだったりデッドボールだったり、自滅するっていうのはどうしても避けたい。もちろんピッチャーもフォアボールデッドボール出したくて出しているわけではないんですけども、やっぱりリラックスして、本人がなんていうんですかね、投げやすいボールであったりとか、自分の構えであったりとか、そういうところを考えながらどうにかしてピッチャーの持ち味を引き出そう、そういうふうに、声かけでもそうですけども、田中なんかはね、ピシッと言わないとね、なかなかやらなかったりできなかったりしますけども、あなたになんかは本当に淡々と投げるタイプなんですね。本人投げやすいようにだったりとか、そこに関しては各ピッチャーどういうピッチャーであるかを、特性を生かしながら、リードするようにします。性格とかもやっぱり、やっぱそこが一番大事になってきますね。正直技術面にはベンチに入っている時点でそれなりの技術はみんな持っているピッチャーですので、あとは本番でどういうふうに、いかに自分の実力を出せるかが問題になってくると思うので、そこはやっぱメンタル面が一番大事になってくるのかなと思ってます。バッティング方なんですけど、4月連続で指揮をもらってましたけど、ちょっと警戒されている部分ありますか？感じますか？警戒されている、今季はそんなになかなか自分の打席の中でも振るってない、自覚があるんですけども、感覚は本当に悪くなくて、正面に飛んでしまったりだったりとか、少しタイミングがずれてしまったりとか、これまではね、少しうまくいきすぎて、打率もそうですけども、ヒットの数もそうですけども、打ててたところが、打てなくなっているっていう風に自分の中であんまり取られてないので、やっぱりその分警戒、これまで打ってきてるので警戒はもちろんされるのは分かってますし、そのあまり警戒されていることを自分の中で考えすぎないように打席に当たってますし、インコースもちろん攻められるのはね、その自分もキャッチャーやってますし、いいバッターには強いバッター、ホームランあるバッターにはやっぱインコースが大事になってくることは分かってるので、そこは何ですかね、割り切ってやっています。春の優勝は久しぶりというふうに言われると思うんですけど、はい、今までこう春
はなぜか勝てなかった理由と今シーズン何が違うのかっていうところは、まあ、これまで本当に二つ上の時もそうですけども、あれだけの戦力が整っていながらやっぱ優勝できなかった、まあ、自分その去年もそうですし、できなかった理由を考えた時に、まあ、今年キャプテンになった時ですけども、まあ、あのやっぱりなぜ逆に秋が優勝できるのかっていうふうなところから考えて、まあ、やっぱりその春の経験、夏のオープン戦を得て、やっぱりその経験が秋のリーグ戦につながってやっぱ優勝できてる、まあ、そこなんじゃないかなっていうふうにまあ自分自身考えまして、まあ、それならばですけども、まあ、やっぱり優勝した、まあ、ほとんど、ね、戦力が変わらなかったっていうところもそうなんですけども、まあ秋を終えてから、まあ、冬の経験であったり、あの春のオープン戦であったり、そういったところ の、まあ、あの経験をやっぱり調整とかそういうチャレンジとかそういうのもいろいろ入れながら、まあ、あのなんていうんですかね、自分たちの形を、まあ、早々に固めていけたのが、まあ、今年なんか、ね、春負けないチーム作りができているのかなというふうに思ってます。でも今日勝ち点取って、はい、28年ぶり春は優勝の王手をかけましたけども、どうですか、ラスト近代戦一周空いてというところになりますけども、まあ、まずは本当にこの連戦続きだったと思うんで、しっかり体のケアであったりとかそこをしてから、まあ、1週間、空くので、相手の情報であったりとかデータを、しっかり、ね、蓄積しつつ、あまり優勝考えすぎるので、ね、身が固まって、いい結果は出ないと思うので、まあ、これまで通り一戦必勝でやっていけたらというふうに思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ナイスピッチングでしたけども、今日の試合振り返ってということで、今日は前の試合ほどコントロールが良くなくてちょっと苦しんだんですけど、変化で打たすことができたんでそれは良かったかなと思います。うん、今5回フォアボールを出して茶谷投手から来ましたけども、その時まあどういう心境でちょっと、ね、ピンチもありました。前の試合で1回経験してたんで、うん、まあ、それほど緊張感はなく、まあ、いい感じで入れたんで良かったです。うん、今日はやっぱ球種でも真っ直ぐ結構行ってたという感覚でした。球は行ったと思うんですけど、うん、高めに見てて初回はそれで三振取れたんで良かったんですけど、うん、それでフォアボール出してしまったのが課題かなと思います。うん、で、まあ、昨シーズンが、まあ、左手の使い方でこうかなり高く上げてというところが特徴だったと思うんですけど、少しこう下げてという感じで修正してちょっとコントロールを良くしようというどういう意図でこう変えていくか。まあ、ずっとやっててキャンプで左手で高く上げるのがあんまり調子良くなって、それで変えて、まあ、よくなってきたかなって感じです。じゃあこれそれでもまっすぐのスピードとか球威とか落ちずにコントロールが少しこう良くなったみたいな。そうですね、球威はあまり変わらないですね。うんうん、他の変化球に関してはどうですか。変化もそんな変わりはないですね。うん、一応48です。で、まあ、金丸投手、まあ、同級生が、まあ、ちょっと投げられないというところで、まあ他のピッチャーでなんとかという説になりましたけども、そこで大活躍でしたね。そうですね、まあ、金丸にいつも負担かけてたんで、まあ、今回投げられないんですけど、まあ、そういう金丸がいなくても、まあ、みんなで粘って勝てたんで良かったです。なんか話したりしたんですか、試合前とか。金丸投手、まあ、ずっと頼むでみたいな、次には帰ってくるぞみたいな感じで言ってたんで、まあ、あいつのためにも次の近代戦につなげようと思いました。うん、やっぱ前回と今回とで結構こう自分の投球に対しての自信を深めたとい う説になったのかなと思うんですが、いかがですかこのあたりは。そうですね、まあ、いつもは変化というよりまっすぐで押してたんですけど、この説は変化でカウント取れて打たすことができて、そこは少し自信になったかなと思います。やっぱ東京の幅が広がったみたいな感覚ですか、どうですか。まあ、そうですね、まあ、いつもまっすぐ入らなかったら変化も入らなかったみたいな感じだったので、まあ、どっちかが入るようになったのが、まあ、苦しい時になんとか立ち直る方法ができたのかなと思います。カーブとスライダーですね。まあ、よく打たしているのはカーブが多いですか。
その選球が完全に大きまるようになってきたから崩れなくなった。まあ、そうですね、まあ、いつもやったらあのままフォアボールとか多くなってしまったんですけど、そこが入るようになったんで、それでまあ打たすことができてたんで、なんとか苦しい展開にはならずに済んだのかなと思います。今度近代に勝てば、まあ、完全優勝ということ、春28年ぶりと、まあ、いろんな考えすぎないようにという思いはあると思いますけども、いかがですか、まず最後に向けてというと。優勝が近づいてきて、まあ、いつも通りのプレーができなくなったらあれなんで、まあ、いつも通りこのまま一戦必勝という形でやっていきたいと思います。なんか有馬投手もそう一戦必勝というような言い方してましたけど、なんかミーティングでそういう合言葉になってるのがあるんですか。いや、まあ、そこまで出てきてはないですけど、うん、まあ、一戦ずつ、まあ、地に足つけてやっていこうという話は有馬さんから出てるんで、そこはみんな共通して持ってると思います。佐藤選手です。ですか、今日、3回戦どうしたと行われまして6対3ということなんですけども、今日の試合振り返ってどうでした。そうですね、もう1対1で負けられない試合ということも、うん、もうみんな分かってて挑む試合だったんですけど、もう、まあ、もう出てる選手もそうですけど、もうベンチもスタンドももう本当に一体となって、うん、同志社に向かっていったので、まあ、その結果が勝ちにつながったかなと思います。うん、なんかそれでまあ初回ね、本当に3安打集中させて、4点取るんですけど、その後ちょっと苦しい展開になりました。どんな気持ちで守ったり打ったりでしたか。まあ、4点取って、まあ、まだ初回だったので、うん、まあ、みんなまだ試合終わってないっていう、まあ、初回っていうのもあったので、うんうんうん、そういう気持ちもあったと思うんですけど、やっぱ心のどっかでちょっと緩みというか、うん、まあ、そうですね、緩みがあったのかなっていうので3点取られてしまったりっていう、うんうん、ちょっとまだ浮き足立ったというか感じかなって、うんうん、なるほど。でその後もちょっとね、ずっとスコアリングポジションのランナー進めてピンチが続きました。はい、でなんとかピッチャー頑張って茶谷投手、岩井投手と頑張りました。で6回ですよね、4対3で迎えた6回、三塁線の横を抜いてということで、あれ二塁打かなと思ったら三塁までよく走りましたね。はい、どうでした、振り返って。そうです、もう今日もやっぱ、まあ、みんなそうなんですけど、体的にも、まあ、結構しんどい部分もあったんですけど、うん、まあ、何度かピッチャーも頑張ってくれてるので、うん、まず出塁しようっていう気持ちで打席に立って、うん、まあ、それで三塁線抜けて二塁まで行ったんですけど、まあ、ちょっとごたついてたので、うん、そこまでちゃんと見れて走れたので、うん、まあ、よかったかなと。じゃあそこの判断的にはもういけるっていうところで。そうですね、もう次の塁次の塁狙ってたので、うん、よかったです。ガッツポーズも出ましたもんね。いや嬉しすぎたんで、いや本当、結果的に本当三塁に行った ところで田中選手でしたよね。はい、浅いフライでしたけども、あそこのこう判断というか結構難しいところだなと思いましたけど、どうでした振り返って。次のバッターがもうピッチャーだったので、何としても田中さんで1点取るんだっていう気持ちもあったので、ここは行こうっていう気持ちで行きました。うん、であそこうまくこうタッチをかわしたというか、本当紙一重のタイミングだったと思いますけど、どうでした。いや、まあ、スライディング自体はもう前からやってる形なので、うんうん、まあ、いつも通りっていうか、うん、そうです、いつも通りできたかなと思います。お、なんか冷静にですね。そうです、なるほど、わかりました。でその後ですよね、8回にも、チャンスで回ってきて、まあ、ちょっとサードボデボデのゴロだったんですけど、サーエラーということで、またランナー帰ってきたと。なんかこう佐藤選手、今シーズンもそうですけど、なんか持ってるなと。監督も以前言ったらラッキーボーイな感じがあるんだと。どうですかこのあたりの運というか。いや、まあ、自分でもびっくりしてるぐらいなんですけど、いや、まあ、正直結構攻められてて、あの打席も結構ちょっと厳しいかなっていう思いもあったんですけど、うんうんうん、まあ、有馬さんが三塁ランナーでこうたくさん声もかけていただいたので、まあ、楽に打席の中で、行けたのかなっていう、まあ、打球自体も全然良くなかったんですけど、うん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 、そうですね、ラッキーかなっていう、うん、いや本当に貴重な6回と8回の追加点の、まあ、打席になりました。で 6-3 で勝ちました。どうしたら、まあ、勝ち点4にしましたけども、こうチームのムードとかすごく良さそうなこう感じるんですけど、いかがですか佐藤選手、どう感じてますか。そうです、本当にいい雰囲気でやれてますし、うん、まあ、勝っても負けてもやっぱ、試合後のミーティングで、うん、ここがダメだった、ここは良かったっていう反省もしっかりみんなでできているので、うん、またこう次につながって、次の試合もいい形で入れてるのかなっていう感じです、うんうん、なるほど。で打率もまだ多分4割は残ってますね。始まる前で4割2分3厘だったので、今日も1安打出てます。どうかこう打撃好調の要因というか、逆に言うとよくボールは見えてる、どうですか、どんな感じで。どうですかね、
いや自分でもびっくりするくらいの結果なんですけど、うんうん、まあやっぱこう去年の春から出させてもらって2年春2年秋と経験させてもらって、やっぱこう調子悪いなりにどうすればいいかっていうのが、うん、こう自分なりにちょっとずつできてきたのかなっていうのも、こう調子悪いなりに1本が出せるようになったのかなっていうのが、こういう結果につながっているのかなって思います、うんうん、なるほど、分かりました。で関西大学勝ち点4ということで、勝て、次近代戦、一周相手ありますけども、まあ、勝ち点取ればもう文句なし完全優勝ということで、まあ、春に関して言えば28年ぶりになります。どうですか、やっぱ神宮行きたいですよね。どうですか、最終戦に向けてというところで意気込みも含め、もちろん、まあ、チームとしても神宮目指して日本一目指してやっているので、一つの目標としてそこに向けてやってますし、そうです、まあ、2つ取ったら優勝っていうことなんですけど、まず一戦一戦やっていって、うん、で最終的に優勝という形になればいいかなって思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。